この番組ではメッセージを募集しておりますメールアドレス761アットマーク FMKOZA.jp761、うん、アットマーク FMKOZA.jp ファックス番号098934の8653098934の8653また FM コザではツイキャストをユーストリームで <laughs> ぜ<え>って <laughs> なんだぜって <laughs> 大丈夫よ <laughs> 何こそのツッコミ <laughs> いいのかいいと思う。いいと思う FM コ座ではツイキャスト、ユーストリームで映像と音声を配信しておりますので、はい、FM コ座のホームページ見ることできますのでそちらもお楽しみください、はい、ということでねちょっと今日なんなんか変なイレギュラーありますね、はあ、関さん。<laughs> 同点俺がミスって関さんミスって同点ってどういうことなのかな <laughs> まあまあ、8月なんでね。<laughs> <laughs> だからな12月8日だか8月って言っちゃったから得意の反対読みだねああ <ー S 2> <の>はあはあはああ変な癖いえいえうんまあ皆さん8月なんでね年度まだまだ遠いですよはいということでまず1曲お届けしましょう懐かしい曲なんですけども何年ぶりかなこれねなんか触ってる人いるけど まあ曲言っていきましょうかねういいですかはい牧原伸之でどんな時も。 はい聞いてもらいましたマキヤラノリユキどんな時もマッキーマッキーね、うんうん、マジック久しぶりに聞いたわどんな時もね頑張ろう,<ど>う <laughs> あカッコ書きでうん、うん、そういうイメージがあるそうだねうん,うんなんだろうねこの曲ねはいはい久しぶりに聞いて懐かしいなと思ってますけど、うん、マキヤラノリユキ1969年生まれ俺たちよりよ 五つ上か。うーん、計算できない。なんでよ。ん <laughs> なんでよ。四つ上か。五個,個上。五個上。五個上って言ったやん。<laughs> <laughs> 人の話聞いてねえな。うん、<laughs> まあこのぐらいがユンタクのレベルだからね。ユンタクだからしょうがないね。<laughs> ね。こんばんは。いらっしゃい。いら <laughs> っしゃい。<laughs> 面白い突っ込み方会えるけど。うん。<laughs> うん まあシンガーソングライターでねいとこがローリーさんですね前はローリー寺に知っててましたけどうんまあこれねなんでこれかけてるかなってちょっと今日考えててつけたんですけどね「ケンタッキーフライドチキン」の CM が1991年この曲使われててあそうなんだ初ちょうどね俺がバイトしてる時だったねなるほどね おクリスマスシーズン前かなぐらいにちょうどやってて、うん、で店内でもしょっちゅう流れてたんねこれねえー、マッキーがそ,、うん、そうそうそうそれでインパクトあってその後バンバンシングル出していくんだけどやっぱちょうどこの時ってマーキやラの曲がバンバン売れてんだよねうん,うんまあ他映画で織、えー、田裕二さんの主演で「就職最前線」 異常なしっていうかんね確かねバブルのあとでなんか広告代理店かなんかのんなんか人間模様みたいな感じの映画だったと思うんですけどそれにも主題歌で使われてで翌年の春選抜高校野球の入場曲使われまくりよねどんな時も。ね、大もけしたバブリーな時代だねマッキーも。<laughs>